Xiaomi のブランドアイデンティフィケーションのデザインを担当したデザイナーの原也ですテクノロジーは進化していくほどに生命の形に近づいていくそんなふうに考えていますですから人間とテクノロジーはどんどん接近していくわけですねそういう観点からアライブ生きているそんなデザインコンセプトを作っていました これはレイジュン社長が考えておられる企業思想と近いものであるというふうに思っておりますですから今回提案するマークの形は形というよりも性質であるというふうに考えてみてくださいまさにアライブ生きているというコンセプトから導き出された形あるいは存在のあり方リアリティ というふうふなものですシャーミンのマークをどんなふうな形にするかということをいろいろ検証してきたわけですけれども正正円から正方形形のの間さまままざな形を検証ししてきましたそうしているうちに私たちは一つの数式に出会いました。この数式は n の変数 n にさまざまな数字を代入することによって非常にきれいな 正円から正方形形のの間ままなな美しい形を表現するそんな数式なんです、ね、数式っていうと数学っていうのはとても美しいものだというふうに思いました。印刷物やオンスクリーンに展開していく上でいろいろ考えた結果 n が3である時の形これが丸と四角のちょうど中間の非常に程よいまさにアライブっていう 要素を性質を表現するのにふさわしい形なんじゃないかというふうに最終的には考えついたわけです。そしてマークの中の文字これもさまざまなカーブを検証した結果としてこのアウトラインにぴったり収まる形が発見されてきたわけですね。ここにご紹介しているマークがその最終形です。 このマークと同時にロゴタイプも新しししくデザイインしましたロゴタイプのデザインもマークのアウトラインに交互する形になっているわけです。中国国内で展開する場合はマークとロゴは別々に展開していくのが効果的だと考えられます。よりポピュラーな まあ製品やサーービスに対してはマーク単体でそしてより高精度なスマートフォンのようなデバイスにはロゴタイプを適用していくのが効果的ではないかと考えています。またシャオミーのオレンジ色のブランドカラーも大事にしていきたいということで引き続きこれをコーーーポレートカラととしてて使用すすることを考えています同時にこれを補う色として黒やシルバーといった 無彩色を補助色として準備しています運動するマークの形も考えてみました生命は環境との間で常に動き続けることで一つのこう平行状態アイデンティティを保っているそれが生命の姿なんですねこれをシャオミーのマークの運動に取り入れられないかと考えたわけです動く環境に対して マークもそれに相続していく印刷物の場合でもロゴは四隅に鎮座するのではなくてその最適な場所にふわりと浮遊するように配されます運動するマークも揺らぎながらそして止まっているときも決して静止していなくて何か浮遊感のある状態でですね、マークは存在するわけです最後に映像をご覧ください この映像は三つのフレームから成り立っています。真ん中は少女の微笑みです。まさに人間の生命を表現した映像。左側は宇宙のリズム。海面が動く姿。月の地平線から昇る地球。まさに人間から遠くにある宇宙のリズムです。 そして植物の運動花が咲いてしぼんでいく人間とは違う生命のジェネレーションとディジェネレーションを表現したものですこの3つの世界像が融合しながらバランスを取っていくというまそういう姿はアライブ生きているという今回のデザインコンセプトを表現するものになっています この3年間私はシャーミーのデザイナーの方々をはじめいろいろな領域の方々と一緒にこの問題を携えてデザイン開発をしてきました。どうかこの新しいブランドアイデンティフィケーションを携えてより一層人々に幸福をもたらす企業として成長していっていただけると嬉しいと思います。